上がるっていうかそのそこら辺が、いやでもテープよりもうちょっと違うから、うん、そこがいいですね。でもね、校内出す、なんかもしかしたらもう走り込むような感じの場所なのかも。まずあそこをガバガバ行くっていうよりは利き腕側が怖いんだったら寄せるのが OK だけど、あんまり行き過ぎない。もし行くんだったらこうしっかりこっちに追い込むっていうところをしっかりさせようで、連動するところでもちょっと全体的に悪くないからもう一回丁寧にやろう。でそこに行く場面でちょっとミスしちゃったりとかっていうのがあったから、その辺はもう気にしなくていいよ。もう一回もう前半の部分は前半で追いできたから、もう一回後半スタートのところをしっかり守って前に運ぶところで、ディスタンスが今14分の4で 30% っていうぐらいで、クロスシュートが11分の8で 70% 超えるから、やろうとしているディフェンスディスタンス勝負っていうのは接触してできてるし、キーパーも 40% 超えてるから、今度うち速攻でまだ1点しか取れてないかな。で水木が真ん中で今サイドなしやけど、なしで水木が速攻でどっちが数的優位でさ、ここサイドいるのか3対2になっているのかと判断して運んでいけば絶対チャンスになるので、6対5の状況あるいはダンとか姉妹のワンマンずっと狙いながらこの6対5ぐらいまで運んで、やっぱやろうとしてることっていうのが、まあ、昨日よりは出せた部分っていうのはすごいあったとは思うんやけど、やっぱり本当の際の部分で
っちのシュートもそうやし、こう流れが来そうなところでこう掴みきれないポンと失点してしまったりとか、ここで取ればっていうところで取りきれなかったりとかで、終始やっぱりリード、あの流れを掴める場面ってなかったと思うし、本当にちょっとした爪の甘さがそういうゲームの流れを作ったりだとか、あと1点勝ち越すっていうそこの一歩っていうのは全然超えれやんかったと思うから、それはもちろんチーム全体としての問題もあるし、個々の問題もあるし、いい試合したねで終わったらあかんと思うから、また次日本選手権まで2ヶ月ちょっとあるから、そこは一人一人しっかり個人としてもチームとしてもしっかり戦えるチームになるように